はい、半間岩先生です。インジケーターの改造でですね、一つ新しいインジケーターをまた作りました。でね、インジケーターで稼げるインジケーター作れてるのは、私、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生だけだと思います。でね、そこら辺をちょっとお伝えいたします。それでですね、15分のバイナリーオプションのインジケーターの定義でですね、15分だったら、連続して15分以内にね、シグナルが出ないようにしてたんですけれども、それは片道のシグナルでね、上方向だけとか下方向のね、シグナルだけなんですよ。だから上方向入ったら上方向でシグナルが入って、それからね、下方向にシグナルが入るとすぐシグナルが出ちゃうんですね。というのはちょっと両端たあのー、間バサミのね、シグナルが結構多くなりすぎてね、勝敗というか、シグナル数が多くなって書いて、勝敗の成績が悪いんじゃないかと、高校の一つのね。ということで、タイになっちゃうんで、それで両方であってもね、15分、実際は13分なんですけど、12分なんですけど、以内にシグナルがね、入った場合は、無効にするようにね、上下とも働く買い売りのシグナルに対してね、15分前でね、取引があったら、シグナル送らないようにしました。こちらですね、今試験中で勝負中なんで分かんないんですけども、これ改良してね、ちょっとライブではね、自動売買禁止ですけど、デモでやってます。今回デモのね、投資方法がちょっと変わりましたでしょ。ライブは同じですけどね。この辺はちょっとね、調整しました。でね、こうですね。あと残り3本ですね。3本で2本勝つかですね。これね、0時半から始めたんですね。0時半から始めて、2時頃ですかね。もう2時か。0時半が。2時頃、あ、1、13時頃ですね。始めて、ちょっと調整中なんです。で、こちらの方は稼いでますね。これは月曜日からの60%、60%、1%、1%のね、ピプスの設定でやってます。こちらちょっと途中だけどね、これも8600円で稼げてます。同じ15分ですね。設定値が10対5倍ぐらいにしたのかな。これはちょっと設定できません。皆様方には出してません。サンプルね。これも出してませんね。作ったばっかしですからね。ちょうどね、人間たち全員のね、販売妨害が入ってまして、また、稼げるものは問題があるのかというようなことが、販売しちゃいけないのかというようなこともあるみたいなんですね。稼げるか稼げないか、無限に稼げちゃうんで、そういう状態の商品なんて、私の商品ね。それじゃあ、手渡したら大変なことになると、無限に稼げるんじゃないかということでね。問題が出てきて、バカ高く1億円ぐらいにしてます。買ってもらえないようにね、してね。で、勝てるか勝てないか分かりませんけどね、返品もできませんから注意してください。でね、このように改造しました。インジケーターね、こちらなんだけど、インジケーター改造しました。で、サイクルで出てないんですね。例えばこう見てもね、ちょっとシグナル送っちゃうと、間に出ても絶対ね、短いのは間作ってませんね。10対16の比でやってますね。約3倍の広さでやってるんですけどね。入ってませんでしょ、どこにも。短いのが。12分以内にはないんです。12分までとなってます。ね。
で、そんなことでちょっと修正しまして、これどうだったのかな。あー、これどこあったの、取引中やばいね。ねえ、EURJPY、この取引がね、デモの場合は変わって、違うんですよね。自動売買でやってます。ライブでは禁止ですのでね、上に絶対放棄、各自の放棄、いいとこもありますけどね、守ってください。美味しいね、ちょっとジュース飲んでですね。88円のね、1リットル88円の、美味しいんですね、結構これね。で、これですね、まあ状況的にやってて、まあこんな感じですね。ちょっと変わったのはね、4台ですね、4台で分析してますけど、5分足成績良かったけど負けてます、マイナスになってますよ、5000円ちょっと、6000円負けてますね、6500円負けてますよ、5分足はね。バイナリーオプションね、全部デモです、4台ともデモです。ね、あくまでこれライブで本番投資は規則違反ですからね、これ全部デモでやってますからね、注意してくださいね。デモで自動売買してますからね、試験でね、本番の時は手入力となりますから、